日本の人口およそ1億2000万人、そのうちの 10%、およそ1200万人は音が聞こえにくい難聴に苦しんでいるのを知っていますか？そんな難聴を放置しておくと認知症のリスクを高める恐れも。この時間は誰もが発症するかもしれない難聴のメカニズムと治療の最前線に迫っていきます。まずは我々がどのように音が聞こえているのか、耳の仕組みから見ていきましょう。耳は外耳、中耳、内耳の3つの部分から成り立っています。外部からの音は空気の振動として外耳部分にあたる耳介に届き、鼓膜に伝えられ鼓膜が振動します。その振動を内耳にあたる蝸牛が電気信号に変えて脳に送ることで音として認識しています。しかし聴力は年齢とともに低下し、音が聞こえづらくなるのです。詳しいお話を東京医科大学病院聴覚人工内耳センターの西山センター長に伺いました。加齢とともに難聴になってしまうその仕組みを教えていただけますか？加齢性難聴というのは、年齢を重ねるにつれて、だんだん聞こえが落ちてくるものを言いますけれども、大体皆さん40過ぎから、50歳過ぎくらいからですね、症状が出てくることが多いとされています。耳がどうして聞こえなくなるかという話なんですけれども、耳の穴がありますね。外耳道と言いますけれども、音というのは、空気の震えですから、その空気の震えがこう外耳道の中に入っていって、鼓膜を震わせて、音を受け止めると。鼓膜の震えは、奥の内耳というところに伝わりますけれども、この内耳には蝸牛と言われる器官があります。でこの中に実はですね、有毛細胞という、細胞があるんですけれども、この有毛細胞という細胞がその音の震えをですね、感じ取って、で奥にある神経に伝える役割をしています。ここが年齢とともに、障害を受けるということが言われているんですね。実際に加齢性難聴というのはどのくらいの方に見られるものなんでしょうか？調査をしてみますと、65歳以上になると、3分の1ぐらいの方は加齢性難聴を期待しているというふうに言われています。75歳以上ということになりますと、7割近くぐらいの方が症状があるんじゃないかというふうに言われていますね。年齢とともに引き起こす可能性のある加齢性難聴、ここで自身の耳の状態をチェックしてみましょう。こちらは難聴の方の特徴です。ご覧の項目にすべて該当する方は難聴である可能性が考えられます。西山センター長は、日常生活の聞き取りで困るようなことがある場合は耳鼻咽喉科を受診することをお勧めしています。一つはですね、今申し上げたその内耳の有毛細胞の治療ができればそれが一番いいんですけれども、残念ながら今の医学ではそれを治す薬や手術といった治療法はないんですね。ただその人とのコミュニケーションの障害に関しては、補聴器といってですね、聞こえない分を補聴器で音を大きくして耳に入れていくということによって、リハビリテーションですけれども、解決できる方法があります。加齢性難聴と診断された場合、専門家の指導のもと補聴器を用意することが大事と語る西山センター長。しかし補聴器では難聴が改善されないケースもあるそうです。人工内耳というのは補聴器を使っても、十分に聞こえが得られないというような、重度あるいは高度の難聴の方が対象になる、人工臓器の一つなんですね。これは内耳の蝸牛というところに電極を埋め込んで、そこから奥に電気刺激をするという、人工臓器なんですけれども、世界の中でも最も成功した人工臓器の一つというふうに言われています。人工内耳は手術が必要ですけれども、この側頭骨という内耳の存在する骨の中に細いトンネルを掘って、この電極をこの蝸牛の中に挿入をいたします。直接神経の電気刺激ができますから、有毛細胞がうまく働いていなくても音が奥に伝わるという仕組みになっているんですね。
実際この手術をするのは、うん、結構大掛かりになったりするんでしょうか。人工内耳はですね、もう手術自体は非常に安全な手術として確立されていて、そうですね、2時間前後、2、3時間程度で一般的には手術が終わります。入院期間も数日から4、5日ぐらいで退院される方が多いですかね。そんな人工内耳を取り付けた患者をサポートしている方々がいます。それが言語聴覚士の皆さん。こちらの富澤先生は27年間にわたって人工内耳の患者に寄り添いリハビリをサポートしています。言語聴覚士というのはどのような仕事なんでしょうか。病気ですとか生まれつきとか発達上の問題などで聞く機能とか話す機能が衰えてしまうということがあります。私たち言語聴覚士はそのような方々に専門的なサービスを行って、その方のコミュニケーションが円滑に行われるようにサービスしていくというような仕事になります。人工内耳のリハビリ内容というのはどういったものなんでしょうか。人工内耳は補聴器も役立たないような高度から重度の難聴の方が対象になっています。で、人工内耳は補聴器とは違って手術で電極を植え込むんですけれども、植え込んだだけでは音が聞き取れませんので、外側にサウンドプロセッサーという機械をつけます。そのサウンドプロセッサーにプログラムを入れる作業をマッピングというんですが、私たちはまずマッピングを行ってその方に合わせたプログラムを作っていきます。皆さんリハビリを終えられてとても笑顔になっていると思うんですけれども、先生は見た時にどんな気持ちになりますか。それまで人とのコミュニケーションがうまくできなかったのがうまくできるようになって、安心されてたり、ご家族ともいっぱい会話ができるようになって、よかったっていうことをいっぱい言ってくれる方がいらっしゃいますので、私も嬉しく思います。難聴患者にとって明るい希望となっている人工内耳ですが、東京医科大学病院西山センター長はまだまだ課題が山積みだと語ります。まだまだ普及が必要だなというふうに思っています。海外の国と比べるとやはりまだ多くない、そういう社会状況の中においてですね、やはり難聴や補聴というものに対してやはり皆さんの注目をもっと上げていかなければいけないと思うんですね。本来ね、人工内耳を使っていい方たちがそれを知らずにですね、難聴のリスクに直面するということを、少しでも減らしていくということで、この人工内耳や補聴器のことを、広くやはり啓発していくということが、我々にとってもね、大事なことだなというふうに感じているんです。